こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では NG スーツスタイル冬編ということで、皆さんにですね、具体的な例を5つご紹介してみたいなというふうに思っています。街でですね、スーツ姿の男性を見てみると、これはやらない方がいいのになというような着こなしにですね、結構遭遇するわけですね。ただこういったものというのは、なかなか自分自身では気づきづらい点もあるかなと思うので、今回は具体的に5つですね、こういった着こなしはあんまり良くないですよというところと、あとはですね、その解決方法まで皆さんにお届けしたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとか、コーディネートに関して学びたいという方はですね、僕がもう一つ展開してます YouTube のメンバーシップ動画というものがありますので、ぜひそちらの方もですね、下の説明欄にですね、リンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、まず一つ目からお伝えしたいなと思うんですが、これはですね、ダウンジャケットとスーツというですね、2つの組み合わせなんですね。これはなかなか難しいので、避けておいた方がいいのかなというふうに思っています。皆さんもご存知の通り、ダウンというのはカジュアルなアイテムですね。一方でスーツというのは、きれいめの中の頂点に位置するようなアイテムなんですね。この両極端のアイテムというのは、なかなか混ぜるのが難しいところなんですね。まずはこの2つは全く雰囲気が違うということ、そしてもう一つ合わない理由がありまして、それは着丈の長さのバランスなんですね。ダウンというのは基本的に着丈が短いものが多いかと思うんですが、ジャケットに関してはお尻が隠れるぐらいの着丈の長さになっているかなと思います。そうするとダウンの着丈の長さよりもジャケットの着丈の長さの方が長くなるわけですね。それがバランスが良くないので、この着こなしはですね、皆さんにはぜひ避けていただきたいなというふうに思っています。では冬場はですね、スーツの上にどんなアウターを着るべきなのかというと、これはですね、動画の中でも何度かお伝えしていますが、ウールのチェスターコートですとかステンカラーコート、このような着丈の長いものの方がやっぱりバランスが取りやすいんですよね。大人っぽくも見えますし、きれいめにも見えるので、こういった着丈の長いコートが1個あった方がまず間違いがないかなと思うので、そういったものから優先していただければなと思っています。ちなみに今説明しているスーツというのは、ネクタイを締めるようなカチッとしたようなスーツスタイルのことをお伝えしているんですが、そういったものに対してダウンはなかなか難しいんですけども、もう少しカジュアル感のあるジャケパンスタイルですとか、セットアップのスタイルであれば、僕はダウンはギリギリ OK なのかなというふうに思っています。ネクタイさえないスタイルであれば、そこまで収まりが悪くはないかなと思うんですが、その際に1点だけ注意をしていただきたいのは、ダウンはですね、少し着丈の長いものを選んでもらうといいかなと思います。最近はですね、ダウンにもトレンドがありまして、着丈がちょっと長めのものも増えてきてますので、こういったものであれば意外とジャケットとの相性はそこまで悪くはないかなと思うので、ビジネスカジュアルぐらいの場面であれば全然ダウンは使ってもいいですよということも合わせて頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、スーツスタイルとリュックの組み合わせ、これもまたですね、なかなか難しいかなというふうに思っています。先ほどと共通する点が多いかなと思うんですが、ネクタイを締めるようなスーツスタイルというのはめちゃくちゃ綺麗めなスタイルであって、そこに対してリュックというですね、カジュアル感満載のものというのは雰囲気が全く合わないので、これは NG だと思っていただいた方がいいかなと思っています。最近はですね、ビジネスウェアのカジュアル化ということが結構叫ばれるようになってはいるんですが、とは言っても現段階でもですね、ネクタイを締めている方もなんだかんだで多いんですね。特に秋冬に関してはネクタイを締める方も多いかなと思うので、そういったクラシックなスーツスタイルに対してバッグだけカジュアルというのはなかなかバランスが悪いかなと思うので、やはりこのようなスーツスタイルに関してはブリーフケースを合わせるというところがまず間違いのない選択なのかなというふうに思っています。一方で本格的なスーツではなくて、ちょっと着崩したようなジャケパンスタイルであったりですとか、あとはセットアップのスタイルであればもう少しカジュアル感が出てくるので、意外とリュックとの相性は良くなってくるかなというふうに思っています。ですので決め手となるのはネクタイですね。これがあるかどうかで綺麗さというところが全く変わってくるので、ネクタイをするようなスタイルの場合はそれに合わせてコートですとか、あとはバッグですとか靴なんかもそうですね、そういったものの雰囲気を合わせた方がバランスがいいのかなというふうに思っています。もしカジュアル感を出したいのであれば、いつものカチッとしたスーツではなくて上下で単品使いできるようなセットアップを買って、その中でカジュアル感のあるようなバッグですとかコートですとか靴を選んでみるのが一番いいかなと思うので、このあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、全身がほぼ真っ黒というコーディネートですね。これもなかなか難しいかなと思っています。
まあ、電車の中でいろんな男性を見てると全身がですね重たいトーンでまとまっている方がめちゃくちゃ多いんですね。まあ、これはこれでベーシックで当たり障りのないように見えるかなと思うんですが、やっぱり黒の分量が多ければ多いほど暗い印象にもなりますし、どこか冠婚葬祭の感じがしてしまうので、これはですねちょっと工夫をした方がいいのかなというふうに思っています。まあ、ブラックのスーツを着ていないとしてもですね、ネイビーのスーツであってもかなり濃いものだとほとんどブラックに見えますので、もしですねネイビーのスーツを着るのであれば、少しだけでもですね青みが感じられるようなトーンを選んでもらった方が、僕はですね明るさを表現しやすいのかなというふうに思っています。あとはシャツの色ですね。黒っぽいスーツに対して白のシャツを合わせるとやっぱり冠婚葬祭感が強くなってしまうので、そこに淡いブルーのシャツを入れてみたりだとか、たまにはちょっとしたストライプ柄を取り入れてみるだとか、こういった変化球を取り入れることで少しですね柔らかみみたいなものが出るようになるんですね。ですので皆さんには改めて鏡の前に立ってみて、全身が重たくなりすぎていないかどうか、ここをチェックしていただきたいなと思ってるんですね。あまりにブラックに寄りすぎてしまうと雰囲気が硬すぎますし、なかなかですね近寄りがたい雰囲気が出てしまうので、そのあたりはちょっとした調整が必要なのかなというふうに思っています。あとは革小物ですね。バッグをダークグレーにしてみるだとか、あとはネイビーにしてみるだとか、あとは靴に関してもですねダークブラウンを選んでもらうと少し柔らかさみたいなものが表現しやすいかなと思うので、全身の色がですね黒一色にならないようにバランスを取るということ、ここもですねぜひ覚えていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これはですね再三お伝えしている内容なんですけども、ボトムスの裾がダルダルという項目なんですね。これはですね昨日も電車の中でいろんな方を見ましたが、めちゃくちゃ多かったですね。皆さんですね裾の長さが圧倒的に長すぎるんですね。まあ、最近のスーツというのはなんだかんだでタイトシルエットのものが多いんですね。いかにカジュアルシーンでビッグシルエットというものが流行っていたとしても、やはりスーツスタイルは細身の方が圧倒的に多いので、ボトムスに関してもですね膝から下は特に細身のものがやっぱり多いんですね。そういったパンツのですね裾が長すぎると非常にバランスが良くないので、ボトムスの裾の長さにはものすごく注意が必要かなというふうに思っています。丈の長さの基準はいくつかあるんですけども、その中でもワンクッションと呼ばれるものは割と裾のたるみが大きめのものなんですね。これはこれでオーソドックスでいいんですが、裾の幅が広くて従来通りの太めのパンツであればワンクッションぐらいでもいいかなと思うんですが、細身のパンツであればちょっとやぼったく感じるかなと思います。そしてそれよりももう少し裾が短いのがハーフクッションと呼ばれるようなものですね。これに関してはワンクッションよりももう少しですね軽めのたわみが出るもので、これがですね僕は軸足としていただきたい丈の長さかなというふうに思っています。長すぎず短すぎずですっきりとしたバランスになるので、このあたりの長さをぜひ皆さんには覚えておいていただきたいなというふうに思っています。まあ、店員さんにどのような長さがいいですかと聞かれた時に、ハーフクッションでお願いしますとお伝えすれば、まずわからないことはないかなというふうに思っています。この長さであればそこまで時代にも大きく左右されにくいかなと思うので、ぜひ覚えていただきたいなというふうに思っています。一方でもう少し短いですねノークッションという長さがあるんですが、これはですねおしゃれ中級者以上の方におすすめの長さかなというふうに思います。よりすっきりとした長さにはなるんですが、これにもデメリットがありまして、椅子に座った時に結構短くなってしまってすねが見えることがあったりするんですね。ですので意外と使いづらいところもあったりするので、ファッションがめちゃくちゃ好きな方であれば推奨ができるんですが、一般的にはハーフクッションを選んでおけばまず間違いがないかなと思うので、丈の長さというところをぜひ皆さんに確認をしていただきたいなと思っています。結構ですね手持ちのものを改めて履いてみるとかなり長いものが多いということにきっと気づかれるかなと思うので、そういったものに関しては買ったお店に持っていけばですね調整ができるかなと思うので、改めてその長さというところに注目をしていただければなと思っています。はい、ラスト5点目なんですが、これもですね最近よく見かけるものなんですが、スーツのジャケットの内側にインナーダウンを着るという着こなしですね。これはですねなかなか難しいので避けておいた方がいいかなというふうに思っています。まあ、最近はですねこのインナーダウンというものがユニクロのおかげもあってだいぶ一般化したかなというふうに思っています。もちろんオフの機会に活躍してくれるものなんですが、意外とこれをですねオンの場面に使う方も少なくないんですね。シャツを着てネクタイを締めて、その上にインナーダウンを着てジャケットを着る、こういったスタイルというのは意外とですねインターネット上ですとか雑誌なんかでもたまにですね推奨されていることがあるんですが、なかなか難しいです。確かに一定のセンスを持っている方ですとかイケメンの方だとかスタイルがいい方であればそういったスタイルをですねさらりと着こなすこともできなくはないんですが、
ごく一般的な方がこういったものを着るとやっぱりちぐはぐ感みたいなものがどうしても出てしまうんですね。まあ、先ほどからもお伝えしているようにクラシックなスーツスタイル、特にネクタイをするようなスタイルに対してカジュアルなインナーダウンをはめ込んでしまうとかなりですねバランスが良くないので、これは避けておいた方が僕は間違いがないのかなというふうに思っています。インナーダウンではなくて通常通り、例えば3ピースのスーツを選ぶことでベストを着用するだとか、あとはニットですね、丸首のニットを合わせてみるだとか、あとはカーディガンを取り入れるだとか、そういった形で暖かさというところを得るのがですね、ここは間違いのない選択なのかなというふうに思っています。やはりですねビジネスシーンの中に無理やりですねインナーダウンを差し込むというのはなかなか難しいかなと思うので、どうしてもインナーダウンを使いたい時にはですねネクタイはしないでノーネクタイの状態で取り入れるとまたバランスが取りやすいかなと思っています。通勤の段階ではネクタイをしないでインナーダウンをジャケットの下に忍ばせる、そして会社に着いたらインナーダウンを脱いでネクタイを締める、こういった形であればまだですねバランスが取りやすいかなと思うので、このあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では NG スーツスタイル冬編ということで5つの NG スタイルを皆さんにご紹介させていただきました。中にはこれ今までやってたなというものもあるかもしれないんですが、そういった場合は明日からですね今回の動画を活かしながらですね着こなしをちょっとずらしてみることをお勧めしたいなというふうに思っています。最近ではビジネスウェアのカジュアル化というところが一つのテーマとなってはいるんですが、実際にですねいろんな方を見てみるとやっぱり今まで通りのスーツスタイルの方もまだまだ多いんですね。その一方でカジュアルな方もいて結構さまざまなスタイルの方がいるんですね。その中でスニーカーを履いてみたりだとかリュックを使ってみたりだとかダウンを使ってみたりだとか、本来のカチッとしたスーツスタイルの中にカジュアルなものを無理やり合わせている方も結構多くなってきたなという印象があって、それはなかなかバランスが良くないのでちょっと調整が必要なんじゃないかなというふうに改めて実感をしました。カジュアル感を少しでも取り入れたい場合はいつも通りのカチッとしたスーツに白シャツ、そしてネクタイ、こういったスタイルではなくて上下を別々で変えるようなちょっと着丈の短めのジャケット、そしてパンツに関してもシルエットが細身のもの、こういったものをベースとしたスタイルであれば意外とですねインナーダウンも使うこともできますし、あとはダウンも使ってもいいかなと思います。それだけではなくてリュックだとかスニーカーなんかも使いやすかったりするので、スーツスタイルとビジネスカジュアルはアイテムを分けるということ、ここをですね皆さんにはぜひ理解していただきたいなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべく分かりやすく解説していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。